ニュースポストセブンです。深田恭子さんと不動産投資会社会長の杉本博之氏が破局していたことが分かりました。深田さんに他に親密にしている男性がいることが杉本氏の耳に入り、交際に終止符が打たれたようです。深田さんが二股をかけた相手とされるのは、ドラマで一緒に仕事をしていた演出家 A 氏。 A 氏はドラマ撮影時に深田さんが座る折りたたみ椅子に座るなどして、その写真をアップ、大女優ありがとう、また貸してねなどと綴りました。また差し入れとみられる京子と書かれたハート型のどら焼きの写真を公開したこともありました。これらは関係者の間で匂わせかと話題になっています。